スタートしましたまずまず揃いました出てから4番メルヘンハートが最高峰に下がりましたスタンド前の先行争い1番外から16番スター・スパーダがまずは出ていくか横一線です左右1番ロア・ジャルダン5番里のアルバトロスあとは8番ジョイフル・ハニー先段4頭あとは2馬審査内からは10番クォーターマスターそのうち6番テイケージュエルと並んで上がっていきました ここまで集団であとは34馬身開いて11番グラサンギャル内はムシが入って12番スーパースパークで1コーナーをカーブしていきました1コーナー回って先手を奪ったのは1番ロワージャルダンです1馬身ぐらいのリード5番サトノアルバトロスが2番手これから第2コーナー1馬身差外から16番スター・スパーだ3番手ほぼ並んで6番テイケージュエル4番手2コーナーから向こう上面です10番クォーターマスター一気に上がって8番ジョイフル・ハニーその外に13番ボンド・マティーニ1段となりました あとは2馬身遅れて11番グラサン・ギャリオの中に外は14番湘南マンボ体半分差12番スーパースパークです1馬身差15番ベルード・バカルー外から3番キープシャイニングかわしていきましたあとは34馬身開いて7番ダイワ・バルニスがいっていますそして5馬身6馬身開いて4番メルヘン・ハート直後に9番カシマ・ブラインがいって5馬身差最高峰2番カーリーズタイムです 3コーナーを回っていきました、あと 600m 先頭1番、ロワージャルダンリードは体半分、ほとんど並びかけて5番、里のアルバトロス2番手、外は16番、スター・スパーダそして8番、ジョイフル・ハニー、先段4頭が1段で3、4コーナー、中間から4コーナー、あと 400m です、その後ろ離れまして、内は10番、クォーターマスター直線コースに入っています、あとはムチが入った11番、グラサンギャル。 直線に入って、今度は1番、ロアジャルダン突き放すか。そして5番、里のアルバトロスが現在2番手。この2頭、あと200メーター。後続を3馬身、4馬身離した。3番手は16番、スタースパーダ。その後方、後方からやってくるのは3番、キープシャイニング4番手。先頭は1番、ロアジャルダン。リードは2馬身逃げ切りました。1番、ロアジャルダン、デビュー勝ち、ゴーリ。2着2 5番、里のアルバトロス。開いて3着、16番、スタースパーダでした。